し12周目2位を走る佐藤は石川にプッシュされコースアウトリタイア。レースは17周目、トップはカーナンバー8カルカシ、2番手にカーナンバー22石川、3番手にカーナンバー89アダムスと続く。そして A コーナーで石川が猛チャージ、しかし石川は縁石に乗り上げ大クラッシュ。